クインシー、イリノイ州、クインシーは、アメリカ合衆国イリノイ州、アダムズ軍の都市で、同軍の軍庁所在地、ジェムシティ、宝石の町としても知られている。2010年国勢調査での人口は4万633人で、2000年の4万366人により、微増した。2015年7月1日の時点で、クインシー小都市圏は7万7220人の、 人口を抱えている。19世紀の間、クインシーは河川周運や鉄道によって、西部やミシシッピ川沿いの多くの目的地と結ばれ、交通の要衝として繁栄した。1870年にはピオリアをしのぎ、イリノイ州ではシカゴに次いで2番目の規模の都市となった。市にはダウンタウンクインシー歴史地区、サウスサイドジャーマン歴史地区があり、19世紀後半に、 多くやってきた、ドイツ系移民の建造物を展示している。市は、全米都市賞を2度受賞している。2010年秋、雑誌、ホーブスは、子育てをするのに、最適な小都市で市を8位にランク付けした。ミシシッピ川沿いに位置しているクインシーは、数世紀にわたって開拓者を引きつけてきた。この地域に最初に住んでいたことが知られているのは、イリノイ族、イリニ族である。 数年後、ソーク族、フォックス族、キカプーなど多くの人々が侵入してきた。ルイ・ジョリエ、ジャック・マルケットや、ロベール・イコール・カブリエド・ラ・サールらが、ミシシッピ・川上流域を探検した後、フランス人はこの地域に入植した最初のヨーロッパ人となった。毛皮製品は地域の貴重な商品となり、ヨーロッパ人の探検家や商人は来たアメリカの、 フロンティアでの毛川貿易の成長の見込みに興味を持った。ミシシッピ川は下流へ物を運ぶ高速道路のような役割をし、地域にとって最も重要な交通の資産となった。1763年に終結した七年戦争の後、大英帝国がイリノイ巡州を含めたニューフランスを支配下に置いた。イギリスが米英戦争に負け、 かつての植民地を取り戻すことに失敗した後、連邦政府は西部への植民の手段として、退役軍人に土地を払い下げた。ピーター・フィンは1819年に退役した、軍人のマーク・マクゴワンから土地を取得し、最終的にニューヨーク州モラビア出身のジョンウッドに 0.65km の土地を60ドルで売却した。ジョンウッドは後にクインシーを設立するが、当時は、 ブラフスという名前だった。1825年、ブラフスはクインシーに改名し、アダムズ軍の軍長所在地となった。どちらも大統領選挙に勝利したジョン・クインシー・アダムズにちなんで名付けられた。クインシーは1840年に主として法人化された。1838年、水売周州知事例44号への調印により、末日政党、 イエス・キリスト教会、モルモン教徒は、ミズーリ州での迫害から逃れ、クイーンシーで保護された。モルモン教徒の避難民は、非常に多い人数であったにもかかわらず、住民は、食料や宿泊場所を提供した。ジョセフ・スミス・ジュニアは、モルモン教徒を6 4トル上流のノ部へ、引き連れ、高級的な住処となることへの希望を抱いた。同じく1838年には、 インディアナからカンザスへの移動を強いられた、ポタワトミ族も保護した。1850年代から60年代にかけ、蒸気船や鉄道で、クイーンシーと西部が結ばれたことにより、さらなる繁栄をもたらした。1855年のシカゴ・バーリントンクイーンシー鉄道の設立と、鉄道橋の建設は、地域の交通結節点を作り出す原動力となり、商業を推進させた。 市の人口が極端に増えたのも、この時期で1850年の7000人から1870年には2万4000人に急増した。ピオリアの人口を上回り、当時イリノイ州で2番目に大きな都市であった。1860年、イリノイ州知事のウィリアム・ウェイチ・ビッセルが在職中に亡くなったため、イリノイ州副知事でクインシーの設立者でもあるジョン・ウッドが 知事の職を引き継いだ。当時、彼は利害関係を監視し、また、屋敷、ジョンウッドマンションを建設した。イリノイ州議会は、彼の在職中、クインシーに泊まることを許可したので、クインシーは事実上、第二の州都となった。不在となった州都スプリングフィールドの執務室は、エイブラハムリンカーンが大統領選の準備をするための場所として提供された。 初期のクインシーにおいて、奴隷は宗教的、社会的に主要な問題となった。クインシーは、奴隷州のミズーリ州との間はわずかに、ミシシッピ川が隔てているのみであり、この問題についてクインシーは、政治論争の場となった。筋金入りの奴隷廃止論者であるリチャード・イエルズ、博士は、1835年に、クインシーに家を建設し、シカゴからの逃亡奴隷を保護した。 彼の家は地下鉄道の主要な停車場、隠れ家となった。奴隷制による分断は1858年に頂点を迎え、クインシーでは上院議員スティーブン・ダグラスと対立候補、エイブラハム・リンカーンが争ったリンカーン・ダグラス論争の第6回目の開催地となった。クインシーは全7回の討論会が行われた中では最も大きな都市で12000人の聴衆を集めた。 リンカーンとダグラスは1860年の大統領選で再び対決した。クイーンシーやその周辺では両陣営の選挙運動が行われた。リンカーンのファンと共和党の私兵組織ワイドアウェークスのクイーンシー支部はダグラスの支持者が圧倒的多数を占めていた道中のプレーンビルで政治集会を行った。プレーンビルでの対決は避けられたものの、 ワイドアウェイクスがクインシーへ戻る途上で、ダグラの支持者に撃たれた。結果的に小競り合いとなり、ストーンプレーディーの暴動として知られるようになった。南北戦争によって、クインシーに繁栄がもたらされた。死のはるか遠方で戦いが起こったが、クインシーでは、イリノイ州の志願兵による不評連隊が、複数、第十六、第五十、第七十八、第八十四。 第137、第151編成された。レコンストラクション時代の後、1886年に、クインシーは、イリノイ州で、最初の退役軍人会の場所に選ばれた。クインシーへの初期の移住者は、主として、ニューイングランドからより良い環境を求めて移住してきた、もので、彼らによって、公共教育や、奴隷廃止論などの進歩主義がもたらされた。 1840年代からドイツでの革命やヨーロッパ人の勢力との間での紛争から逃れてきたドイツ人が移住してくるようになった。ドイツ人の移民は返してお互い近くに住み、主に市の南側に定住した。彼らはクインシーの歴史的な建築物の大半に影響を与え、サウスサイドジャーマン歴史地区を作った。市の南側はほぼべての家庭が牛を飼っていたため、 甲子の町、キャフトーンとして知られるようになった。1860年、フランシスコ海の修道士が、セントフランシス・ソラヌス大学を設立した。後に、クインシー大学となった。19世紀を通じて、クインシーは、ミシシッピ川沿いの田舎町から州で最も重要な、加工都市となるまでに成長した。鉄道や蒸気船によって、 繁栄は続き、クインシーは交通網の発展の恩恵を受けた。ダウンタウンクインシー歴史地区にある多くの歴史的、建造物の多くは20世紀初頭の数十年の間に建設された。市で最初に建てられた高層ビルは、1925年に完成したウェスタンカトリックユオンビルであった。自動車の人気が急上昇したことで、 船に代わるミシシッピ川を渡る手段を考えることを、市は迫られた。自動車が普及する前は、約1マイルの川幅を渡る手段は、ボートかフェリーが一般的だった。橋が必要となっていたのは明らかだった。1928年に車線のトラス橋であるメモリアルブリッジの建設が始まり、1930年5月に開通した。 当初は通行料を徴収していたが、再建を召喚したため、1945年から無料となった。1945年4月12日、クインシーの市街地を竜巻が襲い、裁判所が深刻な被害を受けた。風は建物の屋根を吹き飛ばし、修復不可能にしたほど強かった。竜巻が襲ったのは、ルーズベルト大統領が亡くなったという知らせが、 クイーンシー市民の耳に届いたのからわずか数時間後だったため、ルーズベルトと神がここでパワーアップして戦っているとジョーを言った住民もいた。1987年、老朽化したメモリアルブリッジの交通量を緩和させるために、シャバリ橋のベルビューブリッジが建設された。現在、市の西側の交通はベイビューブリッジ、東側の交通はメモリアルブリッジと、 二つの橋はお互いを保管し合っている。2015年、市政175周年を記念して、ベイビューブリッジにライトアップが施された。もともとは工事用の照明であり、以前は実際に点灯されることはなかった。アメリカ中西部大洪水の間、川沿いの産業は大きな打撃を受けた。川の水位は、 警戒水位を4.6メートル超えた9.81メートルを記録した。ベイビュー橋はオールトンとアイオワ州バーリントン間で唯一通行可能な橋となっていた時期があった。メモリアルブリッジは水位が橋のすぐ西側まで迫っていたために6月末から閉鎖された。7月16日、ベイビュー橋の西側のウェストクインシーが水没したため、橋は40日間通行止めになった。 2008年6月の洪水では、市の川沿いのほとんどと断崖に守られていない低地が浸水した。ミシシッピ川は6月22日に最も高い水位を記録した。赤十字社を通じて、クインシーアダムズ軍の自治体への義援金が受け入れられた。2015年7月13日、スーパーセルからの強いダウンバーストが死を襲った。 カイルムーア市長は非常事態を宣言した。マディソンパークをはじめ多くの木や建物が深刻なダメージを受けた。竜巻によって4万人を超えるクインシー市民のほとんどが停電の被害を受けた。電気が復旧するまでの間に腐ってしまった冷蔵品を処分するために市は大型のゴミ容器を用意した。竜巻が去った後市の清掃を手伝うためにアイオワ州 スーシティなど近隣の自治体からボランティアがやってきた。モルモン協会も市の復旧作業のためにボランティアのチームを派遣した。以下は2010年国勢調査による人口統計データである。クインシーはに位置している。クインシーはシーダー側やホーマン側がミシシッピ側に流れ込む地点に形成された入江城のクインシー湾に接している。 アメリカ合衆国国勢調査局の2010年の調査によると、市域全面積は15.946平方マイル、4 1 3 0トルで、このうち陸地は15.91平方マイル、4 1 2 1トル、水域は0.036平方マイル、0 0 9トル、水域率は0.23%である。市は、 ミシシッピ川を見下ろす断崖の上に位置している。ミシシッピ川を挟んで対岸には、ミズーリ州ウエストクイーンシーがあり、広大な氾濫源は主に農地として使われている。市の東側には、クイーンシーヒルズが広がっている。この丘陵は、ミズーリ州のリンカーンヒルズと似て、緩やかな起伏の丘陵、森林、農地などが混在した風景である。市の北側には、平原が広がっている。 南から南西にかけては、断崖、氾濫、原、農地等が存在している。クイーンシー小都市圏は、アダムズ郡、ミズーリ州ルイス郡にまたがっており、人口は、計77,314人である。ミズーリ州ハンニバルとも近く、二つの都市を合わせて、クインシーハンニバル広域都市圏としても割れ、人口は11万6,000人を数える。 2010年の国勢調査によると、この広域都市圏は、全米で156番目の規模であった。地理的には、イリノイ州西部、ミズーリ州北東部、アイオワ州南東部で囲まれた地域において、最大の都市で地域の中心となっている。クイーンシーの周辺にはいくつかの郊外地区がある。鉄道や川を挟んで北に位置するノースクイーンシーは、 最も人口の多い郊外地区である。ヒッコリーグローブは、週刊高速道路172号線を挟んで、東側にあるエッジシティである。南側には、マーブルヘッド、西側には、ウェストクインシーの街がある。クインシーは、以下の2都市と、姉妹都市提携をしている。ニーマンフーズ、ガードナーデンバー、タイタンホイール、 タイタンインターナショナル、ラップハイドマニュファクチャリング社などがクインシーに本社を置いている。ゲイツエアー社、ブロードキャストエレクトロニクス社の施設も市内にある。ブレッシング病院、クインシー公立学校、タイタン社が市内の大きな雇用ストップ3である。1978年、既存の産業を維持し、さらに新たに誘致させることを目的とした NPO 団体である。 グレートリバー経済開発財団を市は組織した。この財団はクインシーハンニバル地域をシカゴ、セントルイス、カンザスシティなどのように際立った特徴のある都市として有名にすることに尽力している。全体的に言えばクインシーは複数の経済指標において全米平均を下回った状態が続いている。クインシーの生活費は全米平均よりもはるかに低い。 市内の食料品、実用品、その他雑貨などの価格も全米平均を下回っている。2010年秋、雑誌、ホーブスのアメリカで子育てをするのに最も良い15の小都市で、クインシーは8位にリストアップされた。このランキングは人口10万人以下の126都市において、通勤時間、高校卒業率、世帯収入の中央値、持ち家率、 生活費の5つの指標をもとに QOL を比較したものである。クインシーのテレビ市場は、クインシー、ハンニバル、バーリントン、マコーム、キオカクが含まれる。2007年までは、インサイトコミュニケーション図書によって市場が広く占められていたが、2008年1月から、コムキャストがケーブルテレビ事業の主導権を握っている。衛星放送は、リレク TV、 ディッシュネットワークによってまかなわれている。一般的には、クインシーは、ハンニバルと地理的に近いために組み合わせられ、全米で170番目の規模のテレビ市場である。テレビ放送に関しては、クインシーと周辺地域は、ABC、CBS、NBC、FOX、TheCW の支局によって放送されている。ラジオ放送は、スターラジオ社、 クイーンシーメディア社等によって手掛けられている。クイーンシーメディア社は地域で最もよく読まれている。ヘラルドホイック誌も発行している。2006年2月の時点で、クイーンシーでは17局の FM 放送、5局の AM 放送、さらにノアによる交代域のラジオ放送を受信することができる。2008年、地域のニュースを Web 上で配信する。 qincynws.org u e が立ち上げられた。クイーンシーとその周辺地域は、中西部の文化に属しており、ハートランドやラストベルトの影響を受けている。市は芸術を高く評価している。市に拠点を置く、マッティリバーオペラカンパニーは、クイーンシーコミュニティシアターで年間を通じて、劇やミュージカルの公演を行っている。 ミシシッピ川沿いのほとんどの都市と同じように、ブルースは市に強い印象を与えた。ワシントンパークでは、毎年、ブルース・イン・ザ・ディストリクトが開催され、観客は入場無料でアーティストの歌や演奏を聴くことができる。ドッグ・ド・フェスティバルは、毎年5月初めに開催される、市内の至るところで咲く花水木を祝う祭りである。ワシントンパークには、移動遊園地が設置され、 メインストリートではパレードが更新する。ワシントンパークやダウンタウンでは、ファーマーズマーケット、ミッドサマー、アートフェア、アーリー、ティンダスターズ、トーナメント制のンオン3のバスケットボール大会であるガスマッカーなどのイベントが開催され、アクティビティの中心となっている。カシの地域でも独立記念日の祭りが行われるなど、人気のあるイベントが年間を通じて開催される。 クインシーモールとプレイリートレイル、郊外のヒッコリーグローブにあるは、地域の主要なショッピングセンターである。クインシーには多様で力強い建築物のコレクションがあり、観光地になっている。ダウンタウンの南側にある、サウスサイドジャーマン歴史地区では、初期のドイツ系移民が建てた建造物が多く残されている。この地区の中心は、ディック・ブラザーズの醸造所である。 醸造所は1857年に建設され、大手の醸造所に匹敵する規模であった。禁酒法によって醸造所は破産に追い込まれたが、建物は保存され、ロフトや商業スペースなどに改修された。ドイツ系移民の影響を受けた他の例として、レンガで作られた家が地区内に多いことが挙げられる。クインシー大学のフランシス・ホールも、ドイツの影響を受けた市の建物の恒例である。 サウスサイド地区以外にはメインストリートとイーストエンド地区がクインシーの歴史的な建築物が見られる人気の場所である。かつてはクインシーのエリート層が今日構えており、この地域の多くの建物は主にビクトリア様式の影響を受けている。この場所に住んでいた著名人はリチャード・ニューカムや市の創設者であるジョン・ウッドなどである。現在、ニューコムの住居は クインシー博物館となっており、雑誌ナショナルジオグラフィックの記事では、アメリカによって建築学上最も重要な場所の一つ、と書かれた。市には、ヒストリー・ソサイティ・オブ・クインシーア,ンアダムス軍など、建物の改修を監視し続ける組織が多くあり、住民は19世紀の家並みを見学することができる。地中海式の建築もクインシーに大きな影響を与えた。 1900年、資産家の W. ジョージ・メッツは、モロッコ式の家の設計を建築家のジョージ・ベーレンスマイヤーに依頼した。家はビラ・カスリンと呼ばれ、ミシシッピ川を見下ろす崖の上にあった。ビラ・カスリンはハーレム、中には建物の姿を映し出す池も備えた豪邸で、お城のような外見である。現在、ビラ・カスリンはビジターセンターとなっている。 週間高速道路72号線は、市の 19km ほど南を通過している。72号線の分岐線である、週間高速道路172号線は、市の東端部を通過している。ショッピングモールのプレーリートレールは、市の東部において発展の中心となっている。イリノイ州道104号線は、ミシシッピ側にかかる橋から、 週間高速道路172号線までを東西に結ぶ幹線道路出る。イリノイ州道96号線は南東方向から北へ都市を従管し、アメリカ国道24号線へ接続する。イリノイ州道57号線はアメリカ国道24号線から南へ分岐し、クインシー市民センターを通過して、 市のさらに南東で、週刊高速道路172号線へ接続する。イリノイ州道96号線は、ミシシッピ側に沿った、グレートリバーロードでもある。アメリカ国道24号線を通って東へ行くには、クインシーメモリアルブリッジ、西へ行くには、ベイビューブリッジと、二つの橋で、ミズーリ州と結ばれている。1八十六年に建設された、ベイビューブリッジは、 予算が削減されたために4車線では整備されなかった。橋のケーブルは4車線の橋の建設には耐えられない構造になっている。ミシシッピ川を越えたミズーリ州側には、セントルイスとミネアポリスセントポール都市圏を結ぶ4車線の高速道路である、アベニュー・オブ・ザ・セインツ、アベニュー・フ・セインツが通っている。セントルイスとセントポールを結んでいることから、このような名前が付けられた。 クインシー地域空港は、市の境界から約8キロメートル東にある。最長2 1 6 3ルの3本の滑走路を有している。市は、セントルイスに近いことから、ケープエアーは、毎日5往復、金曜日は6往復都市間を1時間以内で結ぶ、便を運行している。アメリカン航空との共同運行便もある。アムトラックのクインシー駅が、 市の北部にある、クイーンシーとシカゴのユニオン駅間を走る、イリノイゼファーとカール・サンドバーグの二つの列車が乗り入れている。イリノイゼファーは、クイーンシーを朝早くに出発し、夜に戻ってくる。一方、カール・サンドバーグは、正午ごろに到着し、夕方に、再び出発する。バーリントンノーザン・サンタフェ鉄道とノーホークサザン、鉄道は、貨物列車を毎日運行している。 マーリントンジャンクション鉄道は、クインシーをはじめ、アイオワ州、イリノイ州、ミズーリ州の各所で事業を行っている、ショートラインである。クインシーは、年間を通じて、橋家による輸送ができるミシシッピ川の河口としては、最も北にある。サウスクインシー開発地区には、市営の三橋がある。ミッドアメリカインターモーダルポートは、インターモーダル輸送のための港湾施設に、 数百万ドルをを支援するる。取り組みをしているクインシートランジットラインズは市内をめぐるパラトランジットの路線バスである。バスは4つの路線があり、各路線はさらに2つの支線に分かれている。月曜日から土曜日は6時から18時まで運行している。日曜、祝日は北ルートと南ルートの2つの路線のみで運行している。 アムトラックのクインシー駅がある、ウィスマンレーンと30番ストリートの交差点周辺には4つのバス停がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。